こんにちは、チョメです。深夜のいたずらパート4分の3課題設定4分の1ニックと計画を立てるからやっていきましょう。廊下で偉大なエルリンにばったり会ったよ。仲間出しされたせいで授業に遅れちゃったんだ。ほとんど首なしニックは彼のパーティーではダンスがあると言っていた。エルリンのパーティーでは生きているものが吐き気を物押すぐらいの臭い強いカビの生えたチーズが出ると聞いたぞ。めっちゃ気になるね。いい知らせだよニコラス、招待状を全部配り終わったよ。素晴らしい、これで偉大とは語弊な、エルリンの一歩先を行けたなと言いたいところだが、残念なことにご馳走の準備に関してはまだ彼に先を越されているようなんだ。エルリンがとても美味しく腐れてたご馳走を出してくれるらしいのと、ゴーストたちが話しているのが聞こえてくる。君のパーティーではどんなご馳走を出そうと考えてるんだ？いくつかアイデアがあるんだが、まだ決定的なものは何も決まってない。ハグリッドの料理出したらいいんじゃない？でもハグリッドに失礼か。どんな12コース料理にしようか、まだ決まってないんだ。だが、パーティーまでに全ての準備を終えたいなら、早急に屋敷しもべ妖精に最終指示を出す必要がある。それじゃあ今のところ君が考えてる案を聞かせてくれ。そしたらメニューのどの部分を集中的に考えなきゃいけないかははっきりわかるから。君は効率的に考える人だな、チョメ。私の壮大なパーティーを見たら、他のゴーストも君に自分のパーティーを計画してもらいたいと思うだろうな。そうなったら困るな。そう言ってくれるなんて嬉しいよ、ニコラス。だけど今はそんなことよりも作業に取り掛かなきゃ。そうだな、来賓にはフルコースの食事を出したい。ゴーストのために作られた12コースだ。あと歌とかダンスとかもあるんでしょ、大変だな。星5個で合格、3時間ニックのご馳走を計画する。やっていきましょう。もう星3で放置とかはできなくなったね。君の好きな料理も含めたらいいんじゃないかな。いやゴーストには困るでしょう。パーティーでは伝統的にどういう食事が出されるんだ？チーズのコースは用意しやすい、刺激も強いよ。順位コースの食事なんてすごく贅沢だな。早いな、チョメがループになるの。重たい料理ばかりではダメだ。しなびたサラダを間に挟むといい。デザートは熟すぎたバナナを使った。うわぁ。オードブルには腐ったデビルエトック。すごいな。アミューズブーシュは腐った。まあ腐ったのを入れればいい感じって感じだな。ミニアルディーズはどうだ？デザートの後に食べる小さなデザートのようなもの。初めて聞いたぞ、ミニアルベーズって。パーティー会場が悪臭でいっぱいになるのを今見てるんだ。鼻つまんでいかないといけない。コインをね、ゲットします。メニューが決まった。屋敷しもべ妖精に指示を出したら、やっと一息つけるだろう。そして、あと残るは、ふむ。どの作業が残ってるのか、もう一度考えた方がいいな。会場、余興、音楽、そして他には何がある？何か忘れてるような気がするんだが。次は会場を抑えるのがいいと思うよ。会場によってどんなタイプの余興と音楽がいいかも分かってくる。変わってくるね。今日の君は口を開けばいいアイデアばかりだな。野外の空間がいいかもしれない。だが、それでもパーティーに相応しい場所を探さないと。来賓に窮屈な思いをさせたくないし、あらゆる面でエルリンよりもいい場所を見つけられれば競争にもならんだろうからな。エルリンが何を計画してるなんか、そこまで気にするべきなことなのかな。僕たちは僕たちで君のパーティーの準備に集中するべきじゃないかな。もちろん気にすべきだ。不愉快なほど利己的なゴーストがホグワーツに来て私を冷たくあしらった。そんな扱いを受けて黙っているわけにもいかない。パーティーで競い合うことについて修道士に君と話してくれって頼まれたよ。君の夜に2つのパーティーが開かれることは彼もわかってるけど、君とエリルの間で競争は起こってほしくないと思ってるんだ。まあ少し手を抜いてやることはできないことはないが、わざわざそんなことをしてやる理由が見つからない。彼は君との友情が破綻するんじゃないかって心配してて、周りの皆にとってその方がいいんじゃないかって考えてるんだ。修道士のためにもエルリンとの競争を控えることはできないかな。うん、ここまで来てか。それは無理だ。修道士はあんな短気なおしゃべりの肩を持ったからいい君だ。だが彼のお願いは少し気になる。修道士はエルリンに言われてそういうメッセージを君に伝えることにしたって可能性もあるのかな。
うむ、可能性はないとは言えない。修道士がエルリンとの友情のためにやった可能性もやはり無視できないが。正直に言ってくれ、チョメ。私は行き過ぎたことをやっていると思うか？行き過ぎるどころか、まだ足りないよ。うん、行き過ぎてると思う。上にしたらどうなるんだろう。ハートにもなってるし、いろいろ勘見ても、僕は君のやってることはまだ手ぬるいと思うよ。やばいやばいやばい、仲裁しないと。ホグワーツのどこに行っても、ゴーストたちはエルリンのパーティーの話で盛り上がってる。そこまではっきり言うとは思っていなかったが、本当のことを言ってくれて感謝する。次はどうするべきか考える時間がもっと必要だな。さあ、おしゃべりはこの辺にしよう。パーティーの準備がまだ残ってる。まあ、明日選択しても効かないと思うけどね、ニックはね。私のパーティーを開くには、そう惜しい野外空間に心当たりはないか？クイディチハイの時は、事前パーティーに訓練場が使われることが多いよ。そこならどうかな？なかなかいいオプションだな。だけど、会場として使う前に、マダム・フーチに許可をもらっておいた方がいいと思う。すぐに彼女に知らせてくれ。急いで段取りを立てないといけないからな。フーチに許可を求める。私に聞きたいことがあったのですか？今訓練場にいます。課題セット4分の2。フーチに許可を求める。やっていきます。飛び方を習得するのがこんなにも難しいなんて思わなかった。周りを見ていると簡単に飛んでるんだもの。1年生の授業か。着地はどうすればうまくできるのかな？どうしてもよろけちゃうんだけど。2年生もいた。かなり練習してやっと飛ぶコツ。お、すごいな。3年かけて飛ぶのか。私の時はどうだったかな。すいません、マダムフーチ。ちょっとお話ししたいんですが、いいですか？あ、ミスター YouTube。次の授業まで少し時間があるのでいいですよ。何ですか？10月31日に開かれる、ほとんど首なしニックのパーティーの準備を手伝っているのですが、それは責任重大ですね。そうなんです。パーティーのためにいい場所を探してるんですが、訓練場を使わせていただけないかと思ってるんです。訓練場で絶命日パーティーですか？っていうか、なんで夜に放棄の練習してんだろう？危なくないかね？申し訳ないですが、許可は与えられません。腐った食べ物を出すパーティーを訓練場で開かれては、後々大変になることが、あ、確かにね、わかってるじゃん。クイディッチのピッチに、ワームが入らないように、ノームね。するにも手こずっているのに、訓練場でも問題が発生してしまったら困ります。あ、はい、わかりました。いい返事ができなくてすいませんね、YouTube。ですが、訓練場をきれいな状態に保つのは大変なことなのです。ですが、ホグワーツのゴーストについては、私も少なからず知ってますから、いい場所を見つけるお手伝いができるかもしれません。マダム・フーチと一緒に考える、星3個で合格3時間やっていきましょう。やっていきましょう。12コースも料理が出てくるなら、図書館ではスペースが足りないでしょうね。ゴーストは大広間が好きですが、このパーティーはもっと特別な場所で開きたいと思ってるんでしょうね。図書館とか本に匂いがついちゃうからダメでしょう。ゴーストは光を好みません。暗い場所を見つけるのがいいでしょう。闇の魔術に対する防御術の教室。ゴーストはひんやりした会場の方がいいんではないんでしょうか。天文台のドアはまだ2年生だから無理か。あ、マダムフーチャーはもうループになったな。早いね、ループ。チョメ。ニコラスによると、ゴーストは暗い場所が好きなんですね。順位コースの料理を食べたり、ダンスしたりするのに十分なスペースが必要なんです。禁じられた森でパーティーをしたらいろんな動物がやってきちゃうでしょ。確かにね、暗くてジメジメしてるからいいかもしれないけどね。ニコラスは寮のゴーストですが、グリフィンドールの談話室じゃダメだと思います。明るいしね。地下牢はぴったりの場所かもしれないですね。中庭はちょっと地味すぎると思いますか？ニコラスによるとゴーストは暗い場所が好きみたいなんです。これでね、星3個になったので置いておきます。3時間が経過しました。星3個以上で合格です。光が少なくて暗くて冷たい場所。地下牢の方が会場として相応しいかもしれませんね。ニコラスの絶命日パーティーを開く場所として完璧だと私は思いますよ。そもそも暗いですからゴーストが喜ぶような演出をそこまでする必要もありませんしね。お手伝いいただいてありがとうございます、マダム・フーチ。マダム・フーチ、チョメ、君たち二人にここで会うとは奇遇だな。実は、修道士と話をしてたんだが、この訓練場について君に聞きたいことがあったんだ。なかなかいい場所だな。あなたが褒めていたことをハグリッドに伝えておきましょう。残念ですが、私は他に用事が。ちょっと待ってくれ。訓練場で私の比類なきイベントを開く許可をもらいに来たのだ。僕と同じことを考えたんだな。ははは。
あなたは誰ですか？まだお会いしたことはないと思いますが。ただエルリンと呼ぶ者もいるが、偉大なエルリンとお前それを言うか。それでは偉大なエルリン、それなら許可できません。 YouTube から今ちょうど同じお願いをされたばかりで。勘違いするなマダム、私はクビアリナイジェルの絶命日について話しているわけではない。私のパーティーを開きたいと言っているのだ。これがかのマリーンの絶命日であっても私の答えは同じです。許可できません。それでは私は用事があるので。許可できないだと？おい聞け、私の話はまだ終わってないぞ。もうエルリンをどうしていいかわからないんだ。彼の要求には終わりがない。一体どうしたんだ？彼の推しが強いのは知ってたけど、あんな風にホグワーツの教員に細工ってかかるなんて今までなかったぞ。エルリンは名声と悪名に我を忘れて歯止めが効かなくなってるんだ。彼は生きている時もああいうことがあった。おかしな話だろう。まあそうかな。彼のパーティーに対する執着が強くなりすぎて、自分の欲求を拒む者には耳を貸そうとしない。君の力で何とかできないのか？彼ときちんとした話し合いの場を設けて、どうしてこんなにも不必要な飾り付けを欲しがるのか聞いてみたいと思ったこともあるが、彼の意見を聞くのをやめて私一人で準備を進めた方がいいと思うこともある。君はどうだ？私はどうするべきだと思う？エルリンとちゃんと話し合うべき、自分一人で準備を進めるべき。これはもう自分一人でいいんじゃないの？エルリンは嫌がるかもしれないけど、彼のパーティーの準備は君が一人で判断して一人で進めるべきだと思うよ。そんな状況は避けたかったが、彼の滞在を乗り切るにはそれしかないだろう。そういう対応が仕方ない時もあるよ。まあ、最悪な対応で早く帰ってもらうっていうのも手だけどな。私の脳みそを聞いてくれてありがとうちゃめ。ニコラスが君にパーティーの準備を手伝ってもらおうと思った理由がよくわかるよ。そういえば僕はもうほとんど首なしニックのところに戻らないと、パーティー会場を決めなきゃいけないんだ。ニックと話す。次にやるべきことは会場の確保だ。もう見つけてくれたか？ニックが出てきた。移動したらびっくりした。課題セット4分の3からやっていきます。なんだか今日は変な匂いがしないか？この匂いは何？嗅いだことがあるような気がするけど、はっきりわからない。もう料理持ってきてる感じなのかな。ニコラスとエルリンのパーティーの食事を準備し始めたみたいだぞ。味わったような気になれるのが楽しみだな。匂いは嗅げるってことか。ニコラス、訓練場でパーティーをしたがってるのは知ってるんだけど、まさか許可を得られなかったのか？その代わりと言ってはなんだけど、チカロウでパーティーを開くのはどうかな？チカロウか。暗く寒く、とてもとてものどっぽい場所だ。かなり不気味な雰囲気だし。ダメなところがあれば、どうにか変えれば？完璧だ。ろうそくの明かり、ゴーストの何気ない光、とてもいいムードを出せるぞ。気に入った。よくやってくれたチョメ。君は本当にいろいろといい案を出してきてくれる。今度マダムフーチに会ったらお礼を言うといいよ。一緒に考えてくれたんだ。うむ、そうしよう。今度会ったら感謝の言葉を述べなくてはな。さて、もう一度食事のことを考えたい。薬式しもべ妖精がエルリンのためにどんなご馳走を用意しているのか、もう少しで突き止められる時があったんだ。2年生だからまだキッチンには入れないよね。少なくとも数人のグリフィンドール生が今朝そう教えてくれた。エルリンよりも素晴らしいパーティーにしたいなら、屋敷しもべ妖精が何を作っているのかこっそり見るべきではないかと思うんだ。今朝屋敷しもべ妖精が作ってたのはそれだったのね。おえ、彼らが何を作っていたのか見たのか？メルラ久しぶり。ええ、でもキッチンを通りかかった時にほんの一瞬見ただけよ。ひどい味様だったから一刻も早く離れたかったの。2年生の時のメルラです。そんな失礼なことを言うなよメルーラ。パーティーに出す食事だぞ。だけど何を作ってたかは教えてくれないか？どんな料理だった？思い出せるかしら。星5個で合格。メルーラが思い出すのを手伝う。3時間やっていこう。前回ちゃんとやったおかげでもエネルギーも回復してるからね。メインコースは半生のポークチョップっぽかったわ。臭いベリーのドレッシングが腐った
プリンの上にかかったのを見たと、あまり想像したくないな、読みたくもない、ただこぼれてるだけみたいな料理も一つあったわね。正直冷蔵庫が壊れたかと思ったわ。腐った料理を準備するのにこんな作業量が発生してるなんて驚きだよ。置いてたら腐ると思うけどね。屋敷しもべ妖精はエルリンのパーティーのために他に何を準備する予定だったんだろう。エルリンがどんなメニューを計画しているのか全て知りたいんだ。ニコラスにこんなにも競争心があったなんて知らなかったわ。見直した。ニコラス、君のメニューと比べてどう思う？絶命日のお祝いにごちそうは欠かせないんだ。で、これでもうループになる感じかな。で、こんな感じです。はい、コインをゲットします。今思い出せるのはそれだけよ。これ以上あの光景を思い浮かべてたら吐いちゃうわ。エルリンはかなりのごちそうを計画しているようだが、テーブルいっぱいのごちそうでも十分対抗できるはずだ。先にメニューを決めておいてよかったな。エルリンの馬鹿げたパーティーに本当に勝ちたいなら、彼の料理が腐らないようにするべきよ。それなら大打撃よ。そういうアイデアを出してくるなんて本当に君らしいな、メルーラ。でも腐った料理がなかったら、しけた絶命日パーティーになるでしょう。それは卑怯で邪悪な戦略だ。そんな手を使うのは地に落ちたろくでなしくらいだ。お、そこは正々堂々と戦うんだね。だから全く正々堂々としたやり方ではない。男らしいぞ、ニック。ほとんど首なし、ニック。僕たちは君の絶命日のご馳走に集中するべきじゃないか。このエルリンってやつを懲らしめるためにやりたくはないの？それは懲らしめてやりたいが、そんな不正行為はどうかと思う。しかし、エルリンとの競争に対して、チョメは私のやり方はまだまだ手ぬるいと言っていた。どっちが偉いかを見せつけるために大きな一手を使う必要だって時にはあるのよ。大きな一手というなら聞こえは悪くない。やるかやらないか考える必要がありそうだな。どうだ、チョメ。エルリンの料理を腐らせないようにしてくれるか？それはやりたくない。うん、そうすれば優位に立てる。ちょっと見てみたいから下にしてみようかな。上手を取るために必要な戦略かもしれないな、ニコラス。大量の料理が台無しになると思うと気が重いが。まあ、なんかゴーストと自分たち逆だよね、ほんと。使う呪文はちゃんと選べば、エルリンのメニューは生きてる人間には美味しく食べられる状態に保てるよ。興味深い。そんな風に考えたことはなかったな。あんたがこんなやり方に同意するとは思わなかったわ。なかなかタフになったじゃない。私も手伝うわ。よし、今の時点ではそれが最善策のようだな。時が満ちたら君たちを大広間に呼ばせてもらう。なんか待ち時間ありそうだね、時って言ってたから。どうなんだろう。メルーラと一緒に悪だくみする。ニックに手が空いたら連絡するって言われたわ。もっと時間が必要みたいね。4時間待ちになりました。メルーラと一緒に悪だくみをするをやっていきます。エルリンに勝ちたいなら彼の絶命日パーティーに出される料理を腐らせないようにする必要がある。急ぐわよ。夜にこんな不気味な場所に長居したくないわ。具体的にどんなことをするつもりなんだ？君たち二人が呪文を唱えている間、私は見張りをしておく。素早くかつ静かにやる必要があるぞ。ここにいるところを誰にも見られたくないからな。少なくとも誰にも見られなくなってところは同意するよ。見てなさい。私はこういうのは得意なの。エルリンのご馳走が腐らないようにする。星5個で合格。8時間やっていきます。今回はね、ちょっと事情により実況なしでした。ゲット。これバレるんじゃね？素晴らしい料理がカチカチに凍った。
さあ2人とも誰かに見られる前にこっからもう見られてるよ動かないで。何著名 YouTube メルーラスナイド、それからほとんど首なしニック、あなたたちエルリンが絶命日パーティーに出す料理を全て凍らせたのですか。なんてこと。先生これにはいろいろあって、変な物音が聞こえたと思って見に来たらこんな不作法が行われていたとは。さあどうしてこんなことをしたのか説明してもらいますよ。これは誰の責任ですか。僕の責任、メルーラの責任、ニックの責任。まあやろうと決めたのは自分だからね。最終的には自分自身が決断したことやから責任持たんやけんな。僕の責任です先生。だから僕のせいです。チョメ、そんなこと。レイブンクローから15点差し引かせてもらいますよ。大丈夫です、私9999点ありますから。笑うなお前スリザリンだからってそんな態度を取るならスリザリンからも15点差し引きます。今は口を開けない方が賢明ですよミスナイド。なんかポイントとか気にしてる人はね、他の選択肢を選んだ方が良さそうですよ。まずはミスターミムジーポーピントンとお話しさせていただきたいですね、2人だけで。ミスター YouTube ミスナイド、あなたたちは中庭で待っていてください。はい先生。パート3を完了、褒美は4ダイヤゲット。パート4、絶命日パーティーの対決の日が近づいている。だが、ニックはパーティーの準備ができている。君とメルーラと話がしたい。中庭まで来てくれ。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回予告はね、こんな感じです。点数、引かれたんだけど、9999ポイント変わってなかったせいです。順位表、14998点。私は取っております。